北九州市は台湾の半導体大手 ASE グループと工場進出を視野に自由地売買の仮契約を結んだことを明らかにしましたシリコンシティ北九州というものの構築に向けた動きがま飛躍的に加速するということは期待されるものでございます北九州市と土地売買の仮契約を結んだのは台湾に本社を置き 半導体の組み立てや試験など、後工程と呼ばれる分野で、世界最大手の ASE グループの日本法人です。昨日結ばれた仮契約は、若松区にある北九州学術研究都市の産業用紙16ヘクタールを34億円規模で売買するというもので、ASE 側は工場の進出を視野に入れているということです。竹内市長は、 事業計画など現時点では言えないが協議を精力的に進め本契約に向けてしっかり取り組んでいきたいと語りました。